モロクトカゲは、トカゲは木犬をなしためあがまかに分類されるトカゲの一種。オーストラリアの砂漠に生息する固有種で、変わったトカゲとして知られる。トゲトカゲとも呼ばれる。トゲの多い姿が古代中東の人心奥の神、モロクを思わせることが、名称の由来である。体長は15センチメートルほどの小型のトカゲである。全身に円錐形のトゲが並んでいるのが大きな特徴で、 日本語での別名、トゲトカゲと英名のソーニーリザード、またはソーニーデビルもこのトゲに由来する。さらに首の背中側には大きなコブジョウトッキがあり、これは敵に襲われても飲み込まれないためのものと考えられる。体色は褐色のまだら模様で砂漠に紛れる保護色となっている。暑い時の体色は明るく、涼しい時の体色は暗く変化する。また、 移動するときは体を前後に揺らしながら、ゆっくりと歩く、特徴的な歩き方をする。トゲの多い姿で、これが、もろくとカゲや、とげとカゲという名称の由来であるが、性質は、ごくおとなしい。全身の皮膚には細い溝が走っており、これは、すべて口へ繋がっている。この溝は、毛細管現象で水を吸い上げるので、体が少しでも濡れると、水が口へ集まるようになっている。 このためわずかな雨や霧からも効率よく水分を摂取することができ、水の確保が困難な砂漠に適応している。食性は肉食性で、もっぱらアリを捕食する。アリの行列を見つけると横で立ち止まり、短い舌を素早くひらめかせて、アリを捕食していく。一度に千匹以上のアリを捕食することもある。一方敵はノガニや、ゴアナなどである。砂漠ツノトカゲなど、 ツノトカゲ類と形態が類似するが、同じイグアナ下目ながら別のトガに属し、それほど類縁関係が近くはない。砂漠ツノトカゲとは、トゲの多い外見のほか、砂漠に生息しアリを主食とする点で告示するが、修練進化による類似である。モロクトカゲの分布をオーストラリア中部から西部にかけて分布し、ウルル周辺の砂漠に多く生息する。9月から12月にかけてが、 繁殖期で地下数十センチメートルのところに3から10個ほど散乱する。卵は孵化までに3から4ヶ月ほどかかり、孵化した子供は自力で砂を掘り進み、地上へ姿を現す。オーストラリアでは固有の生物の輸出が厳しく規制されており、モロクくと影も霊に漏れず厳重に保護されている。ありがとうございます。